はい、どうも、しめじです。仮面ライダーメモリーオブヒーローズですが、前回ですね、ダブルによるですね、16分ほどの、プレイ動画が公開されましたが、01の最終回放送終了後にですね、01のプレイ動画の方も公開されています。そして、オーズの方のプレイ動画も、こちらはね、なんか公式の、サイトの方にはまだ出てないんですけども、バンダイナムコ YouTube チャンネルの方で、オーズのプレイ動画も見れるようになっています。で、01のね、プレイ動画の方なんですけども、お前を止められるのはただ一人、俺だの決め台詞とともにですね、荒野セクターですね、ここはね、X ガーディアン、マスカレードドーパントとの、バトルが繰り広げられます。ライジングホッパーに、ホームチェンジして、カバンスラッシュを決めていってるんですけども、チェーンサークルですね、これね、最強フォームに関しては、バトライドを創生みたいな感じで、最強フォーム扱い、別枠扱いかなとかずっと言ってたんですけども、これちゃんとチェーンサークルの真ん中にありましたね。最強フォームが。はい。なので、普通に他のフォームと同様に、チェンジして使えるみたいです。で、シャイニングアサルトホッパーに、フォームチェンジして、シャインクラスターによるね、オールレンジ攻撃ですね。これがね、ちょっと思ってたよりゆっくりめかなという感じするんですけど、デモなんで、わかりやすくすごくゆっくり動いてくれてるんだと思います。もうちょっとスピード感、自分でやった時は出せるのかどうかですよね。この辺がちょっと気になりますけれども。あとは、プレイした時に、ライダーポイントをですね、これがガッと、いろんな攻撃、回避や攻撃によってですね、消費されてしまうんですけども、回復もそこそこ早いんですけども、フォームチェンジ繰り広げて戦っていくと、ちょっと、減りが気になりますよね。コンボホームで、ちょっと技出すとグンと消費しちゃうんで、その辺のバランスがね、こればっかりはもう実際やってみないとね、わからないとこなんですが、多分いい具合に、バランス調整してくれてるとは思いますが、で、シャイニングアサルトホッパーの、オーソライズバスターですね、瞬時に前方へ切りかかっていっております。で、メタルクラスターホッパーにチェンジして、バッタの群れがね、攻撃を仕掛けていったり、プログライズホッパーブレードで、切りつけていくと。そして、最強フォームですね、02。こちらにフォームチェンジして、パンチキック、打撃によるもの、そして空中からの、プログライズホッパーブレードと、アタシカリバーですね、これ合体させたやつでの斬撃を飛ばして攻撃していく。そして最後に、02ビッグバンを決めて、とどめを刺してくれるという動画になっております。そしてこちら、オーズの方ですね、ここはやるしかないとね、例えばコンボからのスタートですね。地下搬送路というところでの戦いですね、VS マスカレードドーパントと、これもう一個でかいロボット何なんですかね、オリジナルのロボですかね、今までこんなやつ出てましたね、なんか教えてください。で、メダルジャリバーでですね、オーズバッシュかなこれね、セイヤーって言ってね攻撃してくれております。で、オーズの方ももちろんチェインサークル真ん中に、プトティラコンボが入ってますね。で、タジャドルに変身、そしてサゴーゾでドラミングをして、シャウタですね、シャウタコンボでウナギウィップを、振り回す形ですね。シャウタになった時に、画面右側にですね、水面で丸ボタンで潜水、水中で×ボタンで潜水、水中で丸ボタンで浮上っていうのが書いてあるんで、これ水中戦ありえますね。ってことはダブルのマシンハードスプラッシャーでのね、水中戦みたいなのももしかしたらあるかもしれないですね。そして、荒野セクターに、場所を移してですね、タトバコンボから、シャウターコンボ、シャチヘッドから今回は水を噴出する攻撃があったりとか、ラトラタへフォームチェンジして、爪での攻撃ですね。そして連続キックですね。で、サゴーゾで、ダメージを与えて、タトバコンボでメダジャリバーで一撃加えて、かっこいいタトバキックでこちらもとどめを刺していくという、動画になっておりました。そしてですね、オーズ10周年記念ということでですね、ムカチリコンボ、ムカデ8アリのムカチリコンボが参戦が決定したということですが、こちら、詳しくはね、調べていただいたらいいんですけども、CSM のオーズドライバーコンプリートセットに付属する未来のメダルですね、ムカデ8アリの、有毒系コンボになってるんですけども、本編ではもちろん登場してないフォームになるので、今回が初めてですよね。で、ムカデヘッドからはセンチピードチョークというね、毒を注入する技があったりとか、8アーム、右腕に、8ニードルがあって、で、左腕に8シールドがあるんですけど、この8ニードルから、スタップオブビーという、これも、毒を注入する技を持っていたりとか、アリレッグですね、必殺技がヒートアリキックというですね、3種類の、毒を束ねた、毒によるキックと
という、まあ、毒だらけのコンボになっているんですけれども、まあ、どういう感じでね戦えるのか、どういう感じで操作できるのかというのが本当に楽しみです。またあのダウンロードコンテンツになるのか、まあ、購入したらもう最初から、まあ、最初からっていうか、まあ、ストーリーをやっていくと普通に、使えるようになるフォームなのかっていうところもまだわからないですね。でもこれがダウンロードコンテンツだったら、まあ、他のライダーに関しても今後何か、まあ、ダウンロードコンテンツとしてね新しいフォームが、まあ、参戦してくる可能性はありますね。でこちらは公式の、ツイッターの方でなんですけども、オーズのプロローグですね、絶体絶命のピンチを迎えたその時、見覚えのある3枚のメダルがどこからともなく集った、少し様子が違うそのメダルで仮面ライダーオーズへと変身し危機を脱したが、このメダルは一体、ここでもまた新たな物語が幕を開けようとしていたというね、まあ、オーズ側の、プロローグが紹介されているんですけども、そこに、添付されているこの画像なんですけれども、これ、財団 X 製の、銀縁のねコアメダルなんで、まあ、平ジネのファイナルに出てきたやつなんですよね。で、あとはカンドロイドですね、カンドロイドが攻撃のサポートとして共闘します、画面右下に、カンドロイドアピールが出た時のみのボーナス要素のためアピールの見逃しにご注意くださいみたいなことが書いてるんで、まあ戦いに参戦してくれるんですが、自分で、まあ、任意のタイミングで使えるという感じじゃなさそうですね。で逆にですね、このダブルのガジェットなんかはその戦いに参加してくれるのかどうかっていうところもちょっと気になるところですね。でまあいろいろね言われておりますが、ゼロワンのねお前は止められるのはの、決め台詞の時に親指立ててて違うよとか、ゼロツーの変身音がねプログライズなんですけども、ゼロツーライズが正しいんですけども、まあ、この辺の、ミスというか、まあ、違ってる部分なんかはまあ多分修正まだ開発中なので、まあ、修正が入るとは思うんですね。分かりやすい部分は、たださっきもちょっと言ったんですけど、歩き方がね若干違和感あるんですよね。なんか走る全速力で走るのと、小走りにちょっと走る、こちらはかっこいいんですけども、なんか普通に歩いてる時って何がおかしいんだろうな、なんか背筋がピーンとしてるからなんか変な感じなんですか、横移動なんかすごくこう違和感があるんですけども、もうちょっとスピーディーに動いてくれてもいいかなと思うんですけど、まあこちらの方もまだ開発段階ですし、まあ実際操るとね、あんま歩くことないのかもしれないですけども、まあ、この辺ちょっと、まあ気になるかなという感じですけれども、まだまだ、発売までには2ヶ月、2ヶ月弱ですね、ありますから、まあどの辺がね、また修正されて、今後また、どんな情報が出てくるのかというのをまた追いかけていきたいと思います。はい、で公式サイトの方では9月3日からですね、プレイステーション4での、ダウンロード版の予約販売が開始されております。通常版プレミアム版両方とも開始されておりますので、また、気になる方はチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。しめじでした。チャンネル登録よろしくお願いします。